ニュースを続けます。10日、笠岡の古い町並みを見ながら桜の花を楽しむお花見歴史ウォークが開かれました。町中お花見歴史ウォークは笠岡市中央公民館を発着点に開かれ、笠岡市や福山市から22人が参加しました。はじめに笠岡市観光ガイドボランティアの会の長安健義会長が、楽しい一日にしたいと思いますと挨拶し出発しました。この日のコースは笠岡市観光ガイドボランティアの会が6つのモデルコースの一つとして選んだ市街地 B コースで、笠岡市立郷土館や変成寺、西の浜や古城山公園をめぐるおよそ 3.5 キロの道のりです。参加者はガイドボランティア5人からそれぞれの要所で説明を受け、笠岡の歴史を学びました。また笠岡市立郷土館では笠岡の出土品や古い地図などを興味深く観察していました。このイベントは自分たちの住む笠岡を再認識してもらおうと、笠岡市観光ガイドボランティアの会が今年初めて実施したものです。この後、参加者は古城山公園に登り、満開の桜を鑑賞しました。笠岡の知らないことが分かって面白かったです。そうね。で、またこう違う目で街を見れていけるかなって思いますね。笠岡へおったんですけど、全然その港のあたりの辺でも分からんことが多くて、初めて知りました。楽しかったですよ。もう今日は歩くの目的で来たんですよ。だから、知らないところばっかりが多かったですよね。確かに笠岡市観光ガイドボランティアではこのほかに年3回笠岡の名所を案内しており、来月は菅原神社の柿つばたツアーを予定しています。